ミノウェイ・イングリッシュ・プログラム7月テーマ2次のクラフト、0歳から2歳向けの分のクラフトをご紹介したいと思います。0歳から2歳児さんはもちろん先生たちがたくさんお手伝いをしていただく必要があります。今回使うのはもちろん画用紙に雲をこのように描いておいてください。そこへ少し濡らしたスポンジ、また何色かの絵の具をご用意ください。スポンジに好きな色の順番に絵の具をこのようにつけていきます。ただもちろん子どもだけでは行うことができないので、子どもたちの手を上から先生が覆いかぶしてギュッと押さえて一緒にスライドをしていただけたらと思います。今回はちょっと向きが反対になってしまっているかもしれないので、分かりにくかったら申し訳ありません。このようにつけて、子どもがこのスポンジを持って、その上から先生が手を添えてあげて、一緒にギュッと押さえた状態でスライドしていきます。このような形です。少し水を含ませておくと、このように長く伸びやすくなります。あまり力を入れるとすみません、少しこのようにカスカスになってしまっています。好きな色合いを使うことで、可愛いこのような虹が描くことができます。それから綿ですね。綿をご用意いただいて、のりや木工用コンポンドでつけていきます。綿の種類によってはつきにくいかもしれないので、このように木工ポンドの方がいいかもしれません。これは先生が少し取ってあげて、子どもたちに出してあげてください。それをポンポンと馴染ませるだけで雲のようになっていきます。どうでしょうか。このような形ですね。もう一度使うものをご紹介します。少し水に濡らしたスポンジに先生がチョイスしていただいた絵の具ですね、少しずつこちらに載せてあげてください。そしてあらかじめ用意していたこの画用紙に押し付けて、で子どもの手の上に先生の手を添えて横にスライドをしていきます。あまり強くしすぎると、このように水分があるため画用紙が破れやすくなってしまうので気をつけてください。ただあまり軽いと今度は色がつきにくいので、先生たちでも一度何度かこうトライをして力加減が分かってくださるとやりやすいかもしれません。ぜひ、あともう一つバターですね。バターとボンドでこの雲を表現することができます。では可愛らしい虹、これをお子様たちと一緒に楽しんでください。